オスカー・ロバートソン、オスカー・パー・マー・ロバートソン、1938年11月24日隊は、テネシー州シャーロット出身のバスケットボール選手。身長196センチメートル、体重100キログラム、ポジションはポイントガード。ニックネームはザビッグ・オー、NBA において1960年代から70年代の前半にかけて活躍し、 NBA 史上最高の選手として語られることもある伝説的名選手である。シンシナティ大学卒業、1960年ローマオリンピックで金メダルを獲得した後、1960年の NBA ドラフトでプロキャリアの大半を過ごすことになるシンシナティロイヤルズ、現、サクラメントキングスから全体一位指名を受けて NBA 入りし、1961年の 新人王受賞。以後1974年に、現役から引退するまでに、アシストを6回、オールスターゲーム出場12回、オールスター MVP 受賞3回、オール NBA チーム選出11回、シーズン MVP 受賞1回、ミルウォーキーバックス時代に優勝を果たすなど数々の栄誉に良くした。また現役中は、選手会、ウブパ会長として、 NBA 選手の地位向上に大きく貢献。1980年には殿堂入りを果たし、カレッジバスケ界では最も重要な個人賞の一つとして、オスカー・ロバートソントロフィーが設けられている。1961から62シーズンに達成したシーズン平均トリプルダブルは NBA の伝説となっている。オスカー・パルマー・ロバートソンはいだ人種差別が、 色濃く残る時代である1938年、テネシー州シャーロットで生まれ、4歳の頃に移り住んだインディアナポリスでは、黒人ゲットーを住みとして、貧困と人種差別にまみれた少年期を過ごした。この時代子供たちの多くは野球に熱中していたが、野球道具を揃えることができなかったロバートソンは、果物籠をぶら下げた壁に向けて、 テニスボールに布を丸めたものを投げて遊んだ。これが彼のバスケットボールキャリアの始まりだった。高校進学の選択肢は狭く、ほとんどの黒人学校はバスケットができる体育館がなく、また白人学校はロバートソンの入学を拒否したため、ロバートソンはインディアナポリスのクリスパスアタックス高校に進学するしかなかったが、ここでコーチ、 レイクローに出会えたことはロバートソンにとっては大きな幸運だった。クローはロバートソンの優れた身体能力に大きな可能性を見出し、基礎からみっちりと叩き込んだ。クローの指導の元チームのエースに成長したロバートソンは2年生の1954年のシーズンにはチームをインディアナ州チャンピオンシップのベスト4に導き、 翌1955年のシーズンには31勝1敗の成績でついに州チャンピオンシップを制覇。同州にとって黒人学校がチャンピオンに輝くのは初の快挙であった。1956年のシーズンに入ってもアタックス、高校の勢いは止まらず、前年から引き続き45連勝、終身記録となったを記録し、31戦全勝で、 シューチャンピオンシップも連覇を達成するというパーフェクトシーズンを過ごす。平均24.0得点を記録したロバートソンは、州のミスターバスケットボールに選ばれた。コートでは誰よりも輝いたロバートソンだったが、コートから一歩でも外に出れば差別される黒人の一人に、過ぎず、優勝の祝賀パーティーを開こうとしたところ、街から追い出されるなどの扱いを受けた。このような状況は、 インディアナを離れ、新シシティ大学に進学した後も続いた。大学でのロバートソンは、さらに素晴らしく、1957年からの3年間のプレーで、平均33.8得点、同行歴代3位15.2リバウンド4.8、アシストを記録。すべてのシーズンで、NCAA の得点王、オールアメリカン、大学年間最優秀選手に輝き、14の NCAA 記録と19の大学記録を塗り替えた。大学通算2973得点は後に、ピート・マラビッチに破られるまでの NCAA 記録だった。2年目のシーズンには、マディソン・スクエア・ガーデンでのトーナメント大会で52得点、翌年には62得点を挙げている。当時のカレッジバスケ界のトップ選手となった、ロバートソンだったが、人種差別の被害は相変わらずだった。 過去シンシナティでプレーした黒人は、チェスター・スミス、1932年、ロンドン・ガント、1936年、ビラード・スターゲル、1942年、トム・オバートン、1951年の4人しかおらず、5人目となるロバートソンがコートの上で活躍する光景は、多くの白人にとっては受け入れられないものだった。差別の激しい都市への遠征は、多くの困難がつきまとい、 ホテルへの宿泊を拒否され、大学の宿舎に泊まらなければならないことは、日常茶飯事だった。また、ロバートソンの在学中シ,ンシナティライは79勝9敗を記録し、NCAA トーナメントでは2度ファイナル4に進出するも、優勝とは縁がなかったことは、ロバートソンの後の NBA キャリアを暗示しているかのようだった。 大学を卒業したロバートソンは1960年の夏、アメリカ代表として1960年、ローマオリンピックに出場。ロバートソンにジェリー・ウェスト、ジェリー・ルーカス、ウォルト・ベラミー、テリー・ディッシンガー、ボブ・ブーザー、エイドリアン・スミス、ダレル・イム・ホーフなど、早々たるメンバーが揃ったこの時の代表は、ドリームチーム以前としては、歴代最高の代表チームと評価されている。 12選手中10人が後に NBA でプレーし、ロバートソン、ウェスト、ルーカス、ベラミーの4人が殿堂入りしている。ロバートソンは、ウェストと共にチームキャプテンを務め、共にチームの主要得点源としても活躍。大会平均17.0得点を挙げ、試合では平均42.4点差をつけて各国代表を一周。見事に金メダルを獲得した。 ポジションはフォワードとして登録されていたが、実質ロバートソンがポイントガードとして代表チームを兼任した。なお、ロバートソンは、ルーカス、ブーザー、スミスの3人と後に NBA でもチームメイトとして過ごすことになる。1960年の NBA ドラフトで、地域指名、地元出身選手を指名できる制度と、全体一位指名を受けて、新シシナティロイヤルズに入団。 同期にジェリー・ウェストや、レニー・ウィルケンズラがいる。ロバートソンは、ロイヤルズとの契約で3万3千ドルと貧しかった、少年時代には考えられないような大金を手にしたが、すぐにその額に見合うだけの選手であることを証明した。ロバートソンは、ルーキーイヤーから平均30.5得点10.1、リバウンド9.7アシストと、驚くべき、オールラウンドな能力を発揮。1年目から、 アシスト王に輝くとともに、平均9.7アシストは NBA では、ボブクージーの記録を抜いて、過去最高の数字となり、また、平均30.5得点は、リーグ3位の高記録だった。さらに、今後12年連続で選ばれることになる、オールスターゲームにも出場し、23得点14、アシストを上げて見事に、オールスター MVP にも輝いた。当然のように、 新人王を受賞するとともに、やはり今後9年連続で選ばれ続けることになる、オール NBA ファーストチームにもなお連ねている。1年目から早くもリーグトップクラスの選手としての、地位を確立してしまったロバートソンともう一人のエース、ジャック・トゥイマンに引きられ、モーリス・ストークスの不慮の事故以来成績が落ち込んでた、ロイヤルズも上昇気流に乗り、 前年の19勝を56敗から33勝を46敗と大きく勝率を伸ばしたもののプレーオフには届かなかった。翌1961から62シーズンはロバートソンにとっても NBA にとっても伝説的なシーズンとなった。彼はこのシーズン平均30.8得点12.5リバウンド11.4アシストを記録し2016から2017 シーズン2、ラッセル・ウェストブルックが達成するまで、NBA 史上初のシーズン平均トリプルダブルを達成したのである。平均11.4アシストは、リーグ初の2桁の大台突破であり、通算899アシストは、クージーの記録を更新する、リーグ歴代最多となった。2年連続アシスト王は、もちろんのこと、平均30.8得点は、リーグ5位。 12.5リバウンドもリーグ9位に入った。チームは43勝37敗の成績でプレーオフ出場を果たし、ロバートソンはプレーオフ期間中も平均28.8得点11.0リバウンド11.0アシストのトリプルダブルの成績でチームを牽引したが、デトロイトピストンズの前に1勝4敗で敗退した。以後もロバートソンは個人成績では順。 トリプルダブルの数字を残し続けるが、ロバートソンの最初の5シーズンは、平均30.4得点10.4リバウンド10.6アシストのトリプルダブルの成績だった。プレーオフでは、結果を残せない日々が続く。彼の前に、当時のリーグを支配した、ボストンセルティックスが立ちはだかったからである。さらにシラキュースナショナルズ、あとのフィラデルフィアセブンティーシクサーズとも、プレーオフでは、 幾度となく対戦したが、ロイヤルズは、セルティックスとセブンティー・シクサーズの壁を、どうしても突き崩すことができなかった、チーム間のライバル関係だけでなく、セルティックスのボブ・クージー、セブンティー・シクサーズのハルグリアとのマッチアップも注目を集めた。1962から63シーズンには、デビジョン準決勝でナショナルズを破り、デビジョン決勝にてセルティックスと対決。 当時無敵を誇ったセルティックス相手に第7戦まで粘る健闘を見せた。1963から64シーズンにロバートソンのキャリアは絶頂期を迎える。彼はこのシーズンに平均31.4得点9.9リバウンド11.0アシストを上げ、3回目のアシスト王に輝くとともに得点王レースではリーグ2位に入り、 フリースロー成功率85.3%はリーグ1位となった。ロバートソンに、名優・トゥイマン、ベテランのウェイン・エンブリー、アメリカ代表のチームメイトでこのシーズンに NBA デビューを果たしたゼリー・ルーカス、やはり代表チームメイトのエイドリアン・スミスに、ボブ・ブーザーと充実したロスターとなったロイヤルズは、新ヘッドコーチに、元ロイヤルズ選手だったジャック・マクマホンを迎え、 過去最高の勝ち星となる55勝を挙げた。会心劇の中心にいたロバートソンはシーズン MVP を受賞。当時、同賞は2大センターのビル・ラッセルとウィルト・チェンバレンの独占状態だったが、60年代にこの2人以外の選手で唯一 MVP に輝いたのがロバートソンだった。さらにロバートソンはオールスターで26得点14リバウンド8アシストを挙げ、 オールスター MVP も受賞している。絶好調のシーズンを過ごしたロバートソンとロイヤルズは、プレーオフデビジョン準決勝で、チェンバレンのセブンティー・シクサーズを破るが、デビジョン決勝では再びラッセルのセルティックスの前に、破れ、夢のファイナル進出は叶わなかった。今もロバートソンは、個人成績では、素晴らしい数字を残し続け、ロイヤルズ所属時に、計6回のアシストを、 2回のフリースロー成功率1位、1967から68シーズンに記録した平均29.2得点はリーグ1位、当時の得点王は平均ではなく通算で決められていたため得点王ではなかったとなったが彼の奮闘もチームの成功には繋がらなかった。1964から65シーズンからは3年連続でプレーオフデビジョン準決勝で敗退し、 さらに1967から68シーズンからは、プレーオフにすら出場できなかった。不甲斐ないチームに地元ファンの支持も薄らいでいき、1969から70シーズンにはファンを呼び戻すために当時ロイヤルズのヘッドコーチだったボブクージーが、現役に復帰するという苦肉の策に出るも、チーム成績は回復しなかった。1969から70シーズン終了後、 ロイヤルズとミルウォーキーバックスとの間でトレードが成立。バックスからのフリンドビンソン、チャーリー・パウルクに対し、ロイヤルズから放出される選手が、オスカー・ロバートソンであることに NBA ファンは驚いた。ロイヤルズがチームの大エースを手放した理由で、当時最も囁かれたのがロバートソンとボブ・クージー、HC の確執であり、クージーが彼が保持していた、いくつかの NBA 記録をロバートソンが、 次々と破っていったことに嫉妬したからだというものだった。ロバートソンはトレードについて私は彼、クージーが間違ってたと思うし、このことを決して忘れないと思うと語っている。ロバートソンは大学時代の4年間、NBA での10年間、計14年間過ごしたシンシナティを離れることになった。ロバートソンのバック水跡はロバートソンとルーアルシンダー。 後のカリーム・アブドゥルイ・コール・ジャバーというビッグディオの誕生を意味した。ジャバーはロバートソンよりも一回り若いがすでにリーグトップクラスのセンターとしての地位を確立しており、後には史上最高のセンターの一人と評価されるに至る。ポイントガードとセンターそれぞれに史上最高クラスの選手を要したバックスは1970から71シーズンに入ると無類の強さを発揮。 当時の NBA 記録となる20連勝を達成し、最終的にはリーグ1位となる66勝16敗を記録した。ロバートソン個人は、エースの役割を若いジャバーに譲り、個人成績は平均19.4得点5.7リバウンド8.2アシストと数字上では過去最低となったが、チームの司令塔として抜群の統率力を発揮し、また、ジャバーとのピックロールは、 非常に阻止しがたいオフェンスパターンとなった。プレーオフではロバートソンにとって祝願となるデビジョン決勝突破を果たし、ついに NBA ファイナルに到達。ファイナルではウェス・アンセルド、ガス・ジョンソンに要するボルティモア・ブレッツと対決するが、バックスは4戦全勝でブレッツを一周し、プレーオフ期間中も12勝2敗という圧倒的な強さを見せつけ、 ついにバックス初となる優勝を成し遂げた。ロバートソンにとっては、移籍1年目にしての初優勝となった。プロ12年目、33歳となっていたロバートソンは、歴年の奮闘がたたり、この頃には足に慢性的な故障を抱えるようになったため、念願のチャンピオンリングを手に入れたことで引退も考慮、したが、その後もバックスで3年間プレー。彼の所属期間中の4年間、 バックスはすべてのシーズンでデビジョン優勝を果たし、3年連続で60勝超えを達成するなどリーグ屈指の強豪として君臨した。1973から74シーズンには再びファイナル進出を果たし、ロバートソンには2つ目のチャンピオンリング獲得の機会を与えられたが、彼の夢を阻んだのは、またしてもボストンセルティックスだった。バックスとデーブ・コウェンス、 ジョン・ハブリチェック擁するセルティックスは激戦を繰り広げ、優勝の行方は第7戦にまでもつれたが、バックスは第7戦に敗れ、惜しくも優勝はならなかった。ロバートソンは1973から74シーズンを最後に引退を決意、14年間に及んだ NBA キャリアに幕を下ろした。ロバートソンのラストシーズンに59勝を挙げたバックスが、 彼の引退後の1974から75シーズンに38勝まで成績が落ち込んだことはロバートソンの影響力の大きさを物語るものだった。オスカー・ロバートソンは NBA 史上最高の選手を論じる上で無視できない存在である。ロバートソンは身長196センチメートル体重100キログラムとフォワード並みの長身と屈強な肉体の持ち主でありながら ガードとしての優れたスピードとクイックネスを兼ね備え、さらにはスケット IQ も非常に高いという火の打ちどころのない万能な選手であり、当時の記者からはハンターの目、マジシャンの手、スプリンターの足を合わせ持った男と評され、伝説的なコーチ、レッドアワーバックはロバートソンを今まで見た中で最も才能のある手と評価した。ロバートソンは得点、リバウンド、 アシストなどバスケットに必要なあらゆる面に対して、非凡な才能を発揮した。二度のフリースロー成功率1位、キャリア通算83.8%の実績が、示すようにロバートソンは、優れたシューターだった。その調子にゆえに、ミスマッチの発生が容易な上、さらに肘を開けて放つという独特のシュートフォームのため、彼のシュートをブロックするのは難しく、また苦強な肉体を生かした。 パワープレイから、ロングレンジからのジャンプシュートとシュートエリアは、非常に広かった。ルーキーイヤーに記録した平均30.5得点は、ルーキーとしては、歴代3位。キャリア平均25.7得点は、歴代10位。オールスター平均20.5得点は、歴代1位。4試合以上出場した選手のみを、対象と、ロバートソンの得点力は、歴代でも屈指であり。 これらの数字は NBA にスリーポイントシュートが導入される以前のガードの選手が残したものとしては異例と言えるスリーポイントシュート導入以前のガードでロバートソンより高いキャリア平均得点を残しているのはジェリー・ウェストのみ。彼の得点力に手を焼いた敵チームは当然のようにダブルチームを仕掛けるがそれでも止められないのがロバートソンだった。 広い視野とパスセンスに優れたロバートソンはプレーメーカーとしても極めて優秀であり、ジェリー・ウェストからは状況判断の上手い選手、ビル・ラッセルからは心理戦は得意だがオスカーにはいつも裏をかかれてしまうと評され、ディフェンスを集中されてもあっさりと味方の得点チャンスに変えてしまうロバートソンに敵チームはお手上げ状態だった。彼は毎晩のようにアシストを量産し、 シーズン平均アシストが初めて2桁の大台を突破した選手となり、6回のアシスト王にも輝いた。通常得点とアシストを両立することは困難とされているが、彼にバスケットの常識は当てはまらず、史上7回しか達成されていないシーズン平均30得点、10アシスト以上は、うち5回がロバートソンによるものであり、また平均得点、アシストの双方で、 リーグトップに立つという NBA 史上二人しかいない、異業も達成している、いずれももう一人は、ネート・アーチボルド。アーチボルドの時代には、得点王、アシスト王は通算ではなく、平均で決められるようになったため、アーチボルドが、史上唯一の得点王、アシスト王の2巻達成者となっている。また、ゴール下でも競り負けないロバートソンはリバウンドでも、才能を発揮しており、 ガードの選手としては、ロバートソンただ一人が達成したシーズン平均2桁リバウンドを3シーズン連続で記録している。ロバートソンは数字上の実績のみならず、バスケットボールという競技そのものにも大きな影響を与えた選手である。彼は背の低い選手が務めるというガードの概念を打ち破り、後のマジック・ジョンソンのような大型のポイントガードの出現を促し、 また1980年代から広まったポイントフォワードの思想であるという見方もある。またヘッドフェイクやフェイダウェイジャンプシュートなど当時はまだ新しかった技術の普及にも貢献した。ロバートソンのキャリアの中でも最も輝かしい業績の一つが1961から62シーズンに記録されたシーズン平均トリプルダブルである。最も当時はまだ トリプルダブルという概念そのものが一般に認知されておらず、この記録がいかに偉大で、そして困難極まるものであるかを知る者は少なく、ロバートソン本人ですらも後になって、そんなにすごいことなら毎年でもやっていたのにと語っていたほどだった。この偉業がようやく正当に評価されたのは1980年代に入ってマジック・ジョンソンがトリプルダブルを量産するようになってからで、 近年になり改めて、ロバートソンの試合のスコアが調べられ、彼がキャリアで181回ものトリプルダブルを達成していることが判明した。これはマジックの138回を大きく引き離す歴代1位の記録である。ロバートソンが少なくとも数字の上では史上最も万能な選手の一人であることは疑いないが、一方でチームを 大きな成功に導けなかったことを指摘されることも多く彼が NBA ファイナルを制したのはカリーム・アブドゥル・ジャバーと組んだミルウォーキーバックス時代の一回のみでまたこれほどの選手でありながらシーズン MVP を受賞したのも一回のみであるそれでもロバートソンが現役から引退して多くの年月を経てもなお彼に対する評価は高く1999年に ESPN が発表した20世紀の偉大なアメリカンアスリートトップ100では第36位バスケットボール選手では第7位にランクされ2000年には全米バスケットボールコーチ協会からプレイヤー・オブ・ザ・センチュリーの称号を与えられたさらに2003年に発表されたスラムマガジンが選ぶ NBA 選手トップ75ではマイケル・ジョーダン、ウィルト・チェンバレンに次ぐ第3位 また2006年に ESPN が発表した偉大なポイントガードではマジック・ジョンソンに次ぐ2位だった。2006年に創設された全米カレッジバスケットボール伝道ではジョン・ウ・デン、ビル・ラッセル、ディーン・スミス、ジェームズ・ネイ・スミスらと共に初代伝道入りメンバーに選ばれた。カレッジバスケでは彼の業績を称え選手個人に与えられる賞の一つとして オスカー・ロバートソントロフィーを設けている。これは1959年に始まった全米バスケットボール記者協会ユスピウイが選出する年間最優秀選手賞が姿を変えたもので、初代と翌1960年にロバートソンが2年連続で受賞している。1998年には現在の名前に変わり、現在カレッジバスケ界では最も名誉ある個人賞の 一つに数えられている。ロバートソンが残した業績として忘れてはならないのが、選手会長として NBA 選手の地位向上に貢献したことである。ロバートソンは1965年にトム・ヘインソーンの後を継いで第三大選手会長に就任。ロバートソンの在任中は、選手会、ウブパの活動が活発化した時期であり、選手会からの様々な要望を実現させた。 中でも、オスカー・ロバートソン訴訟として名高い1970年に起きた裁判は NBA におけるフリーエージェント制の確立に大きな影響を及ぼした。橋を発したのは1970年に NBA と当時存在したライバルリーグの ABA の合併合意であり、これにより選手の年俸が減額されることを恐れた選手会側は独占禁止法違反としてリーグ側を訴えた。 この裁判の影響で a b a との合併は1976年まで遅れた。訴訟から6年後にようやく和解に至り、選手会側が a b a との合併を認める代わりに、フリーエージェント条項や大学ドラフト規定が改定された。以後フリーエージェント制の確立とともに、NBA 選手の年俸は天井知らずの上昇を続け、現在は、 どのプロスポーツリーグよりも高い平均年俸となっている。オスカー以上のオールラウンドな選手は見たことがない。ジョーダンにできることをオスカーはジョーダン以上にこなせた。レナード・コペット、著名なスポーツ記者。オスカーは高くは飛べなかったがそれ以外は全てジョーダンより上だ。ネイト・サーモンド、電動入り選手。どのポジション、どの時代を通してもパーフェクトな選手は、 オスカー・ロバートソンだ。チャーリー・ローゼン、コーチ、評論家。彼は、オーケストラの指揮者のようにコート上の出来事を、コントロールしていた。ビル・ブラッドリー、電動入り選手。ロバートソンは、父ベイリーと母マーゼルの間で、三人兄弟のうちの一人として、生まれ、差別と貧困の中で育った。幼少期の頃は感触持ちだったが、金メダル獲得。 プロ選手としての成功、結婚を経て、落ち着きのある青年へと成長し、二人の娘にも恵まれた。娘の一人が人不全を患っていたためロバートソンは、自身の腎臓を娘に移植しており、この経験もあって、全米人造財団のスポークスマンも務めた。引退後は、インディアナポリスのアフリカ系アメリカ人の生活環境の向上に尽力する傍ら、シンシナティを拠点とする、 科学会社オーカムを所有し短期間ながら CBS で NBA の解説者を務めた。1994年には彼の功績を記念しシンシナティのバスケットボールアリーナシューメーカーセンターの前に9フィートの銅像が建設された。2003年には自伝ビッグ王を出版している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。